大川工業のインデペンデンスデーは、2020年9月8日より、動画共有サービスにて配信が開始された視聴者、参加型のトーク番組である。出演者は、大川豊、寺田体育の日、久城上幸子。2020年8月4日前番組である、江頭2時50分の、PPP するぞ。番組終了に伴いご番組として、 スタート、ニコニコ動画の有料チャンネル、大川工業大チャンネルにて配信中。1話分の収録をコーナーごと8回前後に区切り、週に2回の頻度で動画配信を行っている。YouTube、大川工業チャンネルでも配信が行われているが、その月に配信された一部のコーナーのみ無料で視聴することが可能。大川工業のインデペンデンスデーは、大川総裁、 テラ副総裁、久し上由紀子、3人によるトーク番組である。撮影スタジオは、全番組と同じ場所を使用して行っている。番組の趣旨は、ノーコンプライアンスの下、様々なインディーズを応援するとしており、インディーの対象となるものも応募している。インディー魂を持って頑張っている人、インディー魂を感じるものや、お店、看板など対象範囲は広い。また、 番組では、大川総裁の気になる家電なども、紹介、性能評価を行うと同時にそのまま、視聴者プレゼントに発展することもあり、かなり視聴者に寄り添ったコーナーとなっている。寺田副総裁のプライベートな活動なども、紹介されており、2020年現在コロナ禍によって、支給となった、給付金にまつわる話や地元、練馬区に関するネタなどが紹介されている。 番組後半では、認定生態師である久志城、由紀子のコース字、ダイエットコーナーで視聴者向けにダイエット指南などを行っている。ありがとうございます。